ベレロ本級戦艦はイギリス海軍がドレッドノートに続いて建造した2番目の土級戦艦の艦級である。ドレッドノートの収益が世界に衝撃をもたらしている最中、イギリスはさらなる戦力拡張のために1906年度計画において3隻の土級戦艦の建造が承認された。それが本級である。本級はドレッドノートの欠点を補完するために いくつかの改良が行われた。外観上の改良点としては、前後から煙突に囲まれた一本しかなかったマストが、本級においては、前後二本に増やされ、どちらも煙突の前側に配置されたことによりマストの見張り書と即挙技書は高温の倍炎に悩まされることは、なくなったが、後部マストは一番煙突からそう離れていなかった、ために倍炎に悩まされた。火力においては、 大型化しつつある、駆逐艦を撃退するためには7 6トル砲では、威力不足であったために、副砲を大型化して1 0 2トル砲に更新して対処したが、副砲配置の大部分は相変わらず、主砲塔の上にあるため、砲戦時には、副砲が撃てない、運用上の欠点は、本級にも引き継がれていた。写真はテメレーアボン級の船体形状は、 全艦に引き続き高い還元を持つ、朝鮮主郎型船体であり、外要でのしのげなみ性は良好であった。艦首から前向きに連装タイプの一番手法等一機を配置し、そこから看板よりも一段高められた上部構造物の上に環境構造が配置される。環境は下部に司令塔を持つ箱型に簡略化されており、 この背後に頂上部に見張り所を持つ三脚型の全部マストが立つ。上部構造物は日本煙突を両側から挟み込むように、原則甲板上に2番3番手法等を片弦1機ずつの2機を配置するため、中央部側面が大きく凹まされていた。この手法配置のため、従来艦と異なり、関西艇は煙突の周囲の限られたスペースに配置せざるを得なくなった。 関西艇は三脚章の主章の基部に設けられたボートダビットで運用された。二番煙突から後方で上部構造物は終了し、その下から後部甲板が始まる。後部甲板上に後ろ向きで四番五番手砲塔が後部マストと後部見張り章を挟んで等間隔に2機配置された。副砲の1 0 2トル速射砲は単素砲がで、 主砲登場に大部分が設置されたが、一部は、環境の側面や二番煙突の基部等の上部、構造物の側面にケースメート配置された。第一次世界大戦後は 7.6cm 広角砲及び 10.2cm 広角砲の設置、1番5番主砲登場に滑空台を設置して、陸上機を運用できるようにした。監視から撮られた、本級、スパーブの写真。 監視方向に手法6問が施行できるのがわかる写真。本級の手法は、全球に引き続き、1908年型マークェックス 30.5cm 砲を採用している。その性能は、方向初速秒速 831m、重量 386kg の砲弾を、最大行角13.5度で 15,040m まで到達し、 射程9140メートルで、原則走行269ミリメートルを貫通する能力を持っていた。方針の上下は、行角13.5度、深角三度で、旋回角度は、単体守備線方向を0度として1番2番3番5番、砲塔は左右150度であったが、4番砲塔は150度の、旋回角のうち後部環境を避けるため後方零。 度から左右30度の間が四角となっていた。発射速度は毎分1.5発程度であった。本級の副武装は1910年型マークバイ 10.2cm 速射砲を採用した。その性能は 14.1kg の砲弾を最大行角20度で 8780m まで届かせられた。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾。 装填は主に人力を必要とした。方針の上下角度は、行角20度、深く10度で、旋回角度は360度であった。発射速度は1分間20発であった。他に、対艦攻撃用に45.7センチメートル、水中魚雷発射管5門を装備していた。装甲配置は、基本的に、ドレッドノートを踏襲しているが、 減速防御とバーベットの走行圧を全艦の 279mm から 254mm へと減少し、浮いた重量で前後の火薬庫の側壁に走行を追加して、大魚雷防御とした点が改良点である。また、艦艦防御を 76mm から 102mm へと強化した。1909年にベレロフォン、シュパーブ及びテメレイヤの三艦は、 第一次世界大戦を戦った後練習官となった。1921年から翌年にかけて退役している。ありがとうございます。